ユニクロのアイテムをですね、注文しましたので、そちらもね、レビューしていこうと思います。多分ね、みんながね、知らへんようなアイテムね、女性用でメンズがね、履けそうなアイテムをね、計ね、2本買ってきたのでね、そちらをレビューしていこうと思います。では、本編楽しんでください。どうぞ。今回ね、リビューしていくパンツ、1本目がこちらでございます。スウェットカーゴパンツ、標準丈でございますね。カラーがオフホワイト、ブラック、ピンク、オリーブとね、あるんですけども、今回ブラックのサイズ L をね、買いました。スウェット素材で作る、サイドにポケットとかがついているパンツでございます。今のね、テック系のトレンドと軍パンのね、流行に非常にね、マッチしているんじゃないかなと思って買いました。一応レディースのアイテムなのでサイズは L でね、買っております。このパンツの特筆すべき点をね、話していくと、ポケットですよね。サイドのポケット、ボタンとかはね、ついていないんですが、前のね、ここの開く部分は縫われていて、バカッとね、完全に開ききれへんようにしてます。使い勝手は悪いんですが、こう完全に開いちゃうとね、ポケットのこのね、フラップがよれて見え方が悪くね、なっちゃうこともあるんですよ。こう洗濯とか繰り返していくと、ここがふにゃふにゃってなってさ、格好悪くなるんですけども、こうね、押さえてくれてることによって、毎回ね、時間が経っても洗濯とか繰り返してもずっとね、かっこよくいてくれるとね、思います。ここがね、やっぱ止まってないとね、こうペラーンってなったり絶対すんのよ。なんで僕はね、止まってる方がね、いいと思います。どうせこのポケットは多分あんま使わんしな。で、上にもね、ちゃんとポケットがありますが、一応これはね、女性用なので、ちょっとね、ポケットはメンズよりもちっちゃいですね。携帯がね、1個入る分ぐらいしかないんですね。長財布は多分ね、入んないっす。でね、まあ一般的なドローコードがついていまして、裾もね、絞れるタイプになっておりますが、このね、裾のね、絞りがなんか特殊な作りでね、僕は非常にしにくかったですね。うん、しにくい。硬いです。利便性はないけども、逆に硬いってことはずれにくいんかなとね、思います。なんで一回まあ自分のベストに固定しちゃってからはずれにくいとはね、思いますね。で、後ろにはね、ポケットもデザインもなく、シンプルなアイテムとなっております。じゃあ一回ね、着用してサイズ感見ていきましょうか。164cm でサイズね、 L を履いてみたんですが、感想としてはね、まあまあまあいい感じですね。だからまあサイズをもうワンサイズ大きくして、ちょっと太い方が雰囲気出たんかなと思うけど、スタイルアップを狙うなら L でよかったんかなと思いますね。標準丈にしてるんで、足の長さはね、奇跡的に超ぴったり、なんならワンチャン短いじゃないんかっていうぐらいね、なんで、まあ、僕164cm の低身長の短足でも L ね、ちょっとちっちゃく感じてるんで、普通の方なら XL か 2XL、 172.3 とかあればもう多分 2XL とかの方がいいかもしれないですね。それか丈長めに釣ってもらうとかもありですね。一応オンラインでは丈長めも買えるんでね。僕は164で L にしたんですけども、サイズ感こんな感じなんで、テック系の服装にコーデを寄せるなら XL、 普段も切れ目コーデで合わせるなら L がいいって感じですね。よかったらサイズ感参考にしてください。最後の方にね、コーデはいっぺんに紹介していこうと思います。次のね、アイテムを紹介していきましょう。パラシュートパンツでございますね。女性用のアイテムで、サイズ M、スタイリッシュ、スリム、コンパクトめに履きたかったんで L にしたいと思いますね。カラーがグレー、ブラック、ピンク、ナチュラル、オリーブとありまして、今回ブラックのサイズ M をね、買ってきております。標準丈ですね。まずこのアイテムのいいポイントはね、フロントのこのドローコードの仕様、これかっこいいよな。このパーツに結構ね、お金かかってそうです。これはかっこいい。でなんか先端になんか丸い輪っかみたいなのもついててね、これもなんかデザインのポイントになってかっこいいね。もう掴みやすい、これがあることによって。生地はね、シャツ生地みたいに薄い。夏なら最高かも。生地のバランスで言うと100ナイロンですね。でもナイロンでも綿に感じるぐらい、なんか結構ね、糸が細いいいナイロン使われているんかなっていう感じです。 UV カット機能がついていまして、まさに夏用って感じですよね。ドライ素材です。生地がめちゃくちゃ薄いんで、すぐ乾きますよって感じですよね。めちゃくちゃ生地薄い、ほんまに。わかる、これもうシャツやもん。で、後ろにポケットがね、ついていまして、スナップボタンでね、開封できますと。スナップボタンはプラスチックのボタンを使われておりますね。フロントにね、ジップはついていません。女性用の特徴ですよね。裾にはね、ドローコードが、さっきのあのスウェットパンツと同じ仕様なので、ちょっとね、調整はしにくいなと思いますね。ポケットがね、結構深めのやつがついております。メンズとレディースのポケットのサイズの中間ぐらいですね。気持ち深めのポケットがついておりまして、他のね、
デザインとしてはこのね膝ぐらいにねタックが入っていますね。これがね大きなデザインですね。パラシュートパンツ、オーバーパンツ、今流行ってるスノーカバーのオーバーパンツとか、その辺のねデザインに近くてかっこいいと思いますね。デザインはかっこいいと。で生地はすっごい薄い。今の時期に買うパンツじゃなかったですね。SS というかもうサマー、夏のアイテムですね。それか僕サウナ好きなんですけども、屋外のテントサウナとかでさ整っている時間にこういうものをね履くのはワンチャンいいかなとね思いました。寒いっすね、めっちゃ。でこれ軽く履けるし、濡れてもすぐ乾くし、これワンチャンそういう面ではありかなと思うけど、普通に履く分にはもう今の時期多分部屋着でさえ寒いですよ。夏ならめちゃくちゃいいんで、だ結構いいアイテムなんでワンチャン完売とかするかもしれないんで、今買ってね夏場まで置いておくとか、あったかい地域に海外旅行行くとか、そういう特殊な方はねニーズがあると思います。アイテムとしてはいいですね。こちらも履いていきましょうか。履き心地はいいね。サイズ M にしたけどね、これに関しては全然 M でよかった。普通に履き心地よくて全くストレスないし、サイズもぴったり。なんで夏場に発売せんかったんやって思うぐらい生地薄いけど、これ今から外でね着用コーデのインサートはこれ多分取りに行くんですけど、ちょっと寒そうすぎて怖い。まあ買ってよかった、今の時期じゃないけど着心地はすごくいいですね。164cm 55kg ってストラギはもちろんしてなくて、サイズ M でこの感じなんで、僕とね同じ体型ならサイズ M でねいいんじゃないでしょうかっていう感じですね。じゃあねさっきのねスウェットパンツとこのねパラシュートパンツを使ってねコーデを組んでいこうと思います。